ジェネラルダイナミクス海 -111 アードバークに搭載されたブル -107 デュランダルデュランダルはフランスのマトラ社が開発した滑走路を破壊用特殊爆弾航空機搭載爆弾でありフランス以外にもイスラエルアメリカなど世界各国で採用された名前の由来はローランの歌の主人公ローランの持つ剣デュランダルから命名されたデュランダルは 低高度からの投下を前提に設計されており、投下されるとパラシュートを開き、姿勢制御及び着弾までの時間を稼ぐようになっている。無誘導兵器であるため、侵入方向を滑走路沿いにすることで投入タイミングを稼ぐ。標的の滑走路や誘導路に対して垂直の姿勢を取った段階でパラシュートは切り離され、固体ロケットモーターに転下。 時速9 0 0トルほどに加速して滑走路に突入する。滑走路下の地中に突き刺さった時点で爆発し、地下での爆発により地表爆発よりも大きく、修復困難なクレーターを滑走路に作る。このクレーターにより固定翼機の離着陸を不可能にすることで航空基地の機能を麻痺させ、同基地に配備されていた航空部隊を無力化する。 クレーターの大きさは滑走路の状態によるが、深さ5メートル直径16メートルに達する。また、次元新化を取り付け、滑走路の復旧作業中に爆発させて、作業を妨害することも可能である。デュランダルと従来の遅延新化破砕兵器との最大の違いは、独自の二段式弾頭にある。主弾頭の爆発は、滑走路にクレーターを作ると同時に、 小型の副弾頭をさらに深部に突入させ、通常は1秒の遅延で破裂させる。こうすることで、クレーターよりもさらに広い範囲の滑走路舗装面を最大50センチメートルほど浮き上がらせる効果があり、単純な穴埋め作業による仮復旧を不可能にする。復旧作業の困難化を狙った遅延の長時間化は後期バージョンから採用された。第3次中東戦争において、 イスラエル国防軍による1967年6月5日の先制攻撃時にイスラエル空軍の第一次攻撃隊がエジプト、シリア、ヨルダン、イラクの空軍基地に対してデュランダルを使用し滑走路を破壊した。この攻撃によりアラブ諸国空軍の戦闘機や爆撃機の半数は離陸不可能となり、非重装車や第二次以降の攻撃隊の無誘導爆弾や ナパーム弾で破壊され、イスラエルの制空権は、格好たるものとなった。デュランダルの実戦使用が1967年の第三次中東戦争であるとの説は長く、信じられているが、実際に、デュランダルが、兵器市場に供給されるようになる10年前の戦争である。この戦争で使用されたのは、イスラエル・フランス共同開発の試作品であり、デュランダルとは、 別物と考えるのが妥当だろう。実際に、イスラエル軍が投下した兵器はパラシュートではなく、ロケットモーターで減速するなどの違いがある。なお、投下方法については、滑走路に沿ってと表現すると平行に飛行する、航空機からの投下を想起させるが、これでは中心を外してしまった場合に一発も滑走路に当たらないことが予想される。実際の運用方式は、 平行でも直角でもなく、滑走路と鋭角をなすような直線経路で飛行し、つまり斜めに横切りながら投下することとされている。ありがとうございます。